アブド・アルカーディル投獄されていたアブド・アルカーディルを隠見するナポレオン三世、アブド・アルカーディルはフランスによるアルジェリアの植民地化に抵抗した人物。アルジェリア民族運動の党とも評価される。アブデル・カーデルと表記されることもある。1830年にフランスがオスマントルコ帝国からアルジェリアを獲得するとフランス対岸にあるアルジェリアはイギリスにおける。 インド同様の最重要地域となり、積極的に植民活動が繰り返されてきた。法的には、地理的な要因からも、植民地というよりも、本国領土の延長として取り扱われて、併合同然の扱いであり、土地の収奪、先住民の民族性の破壊、イスラム信仰の弾圧、徹底的搾取、あらゆる賛成権の拒否が行われていた。 また政権に対する反対者などのアルジェリア追放も頻繁に行われ、彼らはアルジェリアを活動の拠点として、より積極的に収奪に参加した。一切の権利を許されず、土地所有制度を破壊されて、土地を買い叩かれるか収奪されるばかりのアルジェリアの諸民族は強く反発し、各地でゲリラ戦を含む抵抗活動が発生した。そのために、 最終的に100万人以上の植民を行いながらも、植民政策は予定通りに進まない状況に陥っていた。アルカーディルの闘争はこれらの時代背景に支えられていた。1808年、アルジェリアのゲトナ村で生まれた。祖父、父親マフィエティンの代からのスーフィー教団の指導者であった。1830年よりフランスによるアルジェリア侵略が始まると、 フランスに対するジハードを宣言し、16年間の長期にわたる抵抗を続けた。一時はアルジェリアの3分の2を制圧し、軍事、財政面での近代化も図られた。1847年に降伏すると、その後1852年までフランスの工場に遊兵された。ルイナポレオン政権の下で釈放され、一時小アジアのブルサに留まった後、 シリアのダマスクスで暮らした。一部のアルジェリア人はアブド・アルカーディルの教えを求めてダマスクスへと移った。シリアに移った後、アルジェリアのアラブ王国加構層を抱いていたナポレオン三世に協力し、1860年にレジオンドヌール勲章を授けられた。1883年に死去。1831年5月。 アルジェ東方のメゾンカレーの戦い以降その名を知られるようになった。この戦いにおいて、偵察行動中の外人部太平27名全員を戦死させる戦果を収めている。アルカーディルはアルジェからオランにかけて縦横無人に行動し、その年の末頃にはオラン近郊に侵入、フランス軍を数度にわたり、打ち破りその実力は確かなものになりつつあった。 1832年の秋には、シャリーフの血を引くアルカーディルは、西側部族に認められ、高齢の父が辞退したこともあって、アミールの地位につく。わずか24歳でのアミール就任だが、これにより、アルジェリア東部のアフマドベイと共に、反植民地闘争を指導する地位を獲得した。一方、当時のフランス外人部隊の装備編成は、ヨーロッパにおいての活動に向いたものであって、 アルカーディルに指揮された警戒機敏なスパヒ,ヒに打ちまかされることしばしばであった。外人部隊司令官ストッフェル大佐は直ちに装備の更新と部隊改編に着手。1833年にはイベリア半島においてゲリラ戦を経験してきたスペイン人部隊を投入し、次第に同じゲリラ戦を行うアルカーディルの軍隊に優位に立ちつつあった。しかし、 翌1834年に、東部のアフマドベーへの攻撃を重視するために、フランスの政治方針が変わると、一転して、アルカーディルの怪獣に向かった。また、アルカーディルもオラン攻略を兵力不足により、断念して以来、立て直しのための時間を必要とし、デミッシェル将軍との間に一時的な和平が、成立する。その条約の内容は、フランスの主権が承認されるものの、 アルカーディルを地方長官に任命し、火薬、武器、硫黄を購入する権利と、アルズ港の商業利用を認めるというアルカーディルの要求が大幅に受け入れられたものであった。これによりマスカラの属長に認められて、西部アルジェリアの全部族の指揮権を得たアルカーディルは、武器弾薬を独自に生産する計画を立てる。直ちに、ヨーロッパ人技術者が招かれ、 本格的な武器製造を始めた。またこの状態は放置しているフランスを弱気になっている証拠と考え、1835年にはアルジェリア全土からフランス勢力を一掃すべく8000の騎兵と4000の近代的な不評をもって放棄し、ラマクラ強国でフランス軍を攻撃して死傷者500名の損害を与えた。しかし、 フランスもまたこの条約を一時的なものと考えており、増援部隊を派遣するとともに総督を抗戦的なクローゼル将軍に変え、アルカーディルの本拠地マスカラへの攻撃を開始させた。たちまち周辺の部族とともに、マスカラは制圧されたが、その軍事行動は、むしろ諸部族の強い反発と抵抗を招いた。これにより、フランス植民地軍の情勢は1836年の ゲリラに対するアルランジュ将軍の大敗、1837年の戦縁の死者をもたらした東部におけるコンスタンティーヌへの遠征失敗によって急速に悪化した。1837年、フランスは再び東部への遠征を行うために、アルカーディルの勢力圏である西部との和平が必要となり、ビュジョー将軍を交渉の使者としてアルカーディルへの元へ派遣する。フランスは、 アルカーディルと和平を成立させるために1834年の条約よりもさらにアルカーディルへ譲歩し、加えて3000丁の重火器や火薬の提供とアルジェリア西部におけるアルカーディルの主権を認めた。だがこのタフネ条約は履行されず、またアルカーディルも軍を立て直す時間として活用しただけだった。1838年、アルカーディルは軍隊の再建に取り掛かり、 五千の不評と千の騎兵、さらに外人部隊から脱走したハンガリー人を指揮官とし、同じく脱走兵を中核とする150名の砲兵隊が組織された。各地でフランス軍を翻弄したが、ビュジョー将軍がアルジェリア総督に就任すると、フランス軍は大幅に増強され、1840年の時点で6万を動員した。この大兵力にアルカーディルは圧倒されたが、 なおもビュー上の軍は1844年には9万、1847年には10万7000を数えるまでになり、戦力差は拡大した。その徹底した構成によって、アルカーディルはアルジェリア南部の高原地域に追い込まれ、ついに1842年モロッコに駆逐された。しかし彼は諦めず、翌1843年に戻り11月には、 いくつかの部族を集め放棄したが、またもや敗北した。モロッコに逃れた、彼は、反物的な現地のスルタンを利用し、軍隊の再建に着手し、続く3年間は、手薄なフランス軍沈地を散発的に襲撃し、脅威を与え続けつつ力を蓄えていった。1847年12月、モロッコとの国境地帯にて、外人部隊第一連隊と交戦。 アルカーディルの軍隊は壊滅的な損害を受けた。長年の闘争に疲れていた彼に追い打ちをかけるように各部族の離反が続出。モロッコにて再起を図ろうとするも現地ムーア人同士の内紛が致命的なものとなり彼は降伏を決意した。一族老党を長年の宿敵の外人部隊に虐殺されることを恐れた彼はアルジェリア南部辺境地帯から サハラ砂漠に入り、そこに駐屯するフランス正規軍に投降し、16年に渡る闘争に幕を閉じた。当初、外人部隊は彼を憎悪の対象と見ていたが、悪なきその闘争心から、やがて敬意と威風を持たれるようになっていた。またジハードを宣言し、不屈の闘争を続けながらもアルカーディル本人には、狂心者的な傾向はなく、 闘争の対象はあくまでもアルジェリア侵略に対してであった。同時代のヨーロッパ側の複数に及ぶ文献には、捕虜に対して、寛大な心配り、優しい道場を示し、それぞれの信仰に敬意を持つよう注意していた記述が存在する。アンボワーズの墓降伏当時のアルジェリア総督は7月王政で、即位したルイ・フィリップ一世の子である、オマール公・コアンリ・ドルレアンであり、 アンディ・ドルレアンは、アルカーディルらを捕虜としないことを約束した。しかし1848年に2月革命によって、フランス第二共和制が成立するとアンディ・ドルレアンは、父のルイ・フィリップ一世と共に、イギリスに亡命し、後継の共和政権は、約束を保護にして、アルカーディルを捕虜とした。最初は、アルカーディルとその家族及び25名の支持者を、 フランスのトゥーロンの取り出に移し、次に、ポー城へ収監し、そして1848年11月からは、アンボワーズ城に遊兵した。以降、5年にわたって、アルカーディルは、獄中で過ごしたが、遊兵生活と強い湿気などの慣れない気候のために、妻と兄弟、そして二人の子供と多数の支持者を病で失った。に対する、このアルカーディルの扱いに対し、国内外から、 たびたび釈放を求める声が上がった。新聞王にして政治家のエミール・デ・ジラルダン、小説家にして政治家のビクトル・ユーゴー、後の首相エミール・オリビエラ著名人に加え、イギリスからは五代ロンドンデリー以降、ジョージ・ベーン・テンペストを通じてルイ・ナポレオン大統領に釈放の要望が伝えられていた。またルイ・ナポレオンも個人的にアンボワーズでアルカーディルと面談しており、 アルジェリア政策を融和方針に転換した場合にアルカーディルを活用する構想を築きつつあった。1852年、ルイ・ナポレオンのクーデターが成功した。以降、大統領に絶大な権力が集中し、皇帝即位後はナポレオン三世として数々の政策を実行する。この一環であるアラブ王国構想の実現のため、10月16日に、 ナポレオン三世はアルカーディを釈放した。ナポレオン三世は後にフランス植民地帝国を推進してイギリスに次ぐ植民地を築き上げるが一方でアルジェリアに対しては収奪するばかりの統治が反乱を招き軍事費の増大と植民の失敗を招いていることを理解していた。そのためにアラブ人たちに諸権利を認め私的で誇り高く好戦的な農耕民である。 アラブ人をフランスの同胞として近代化に導く方針を示していた。ナポレオン3世のアルジェリア政策のブレインはギニア出身でマルセイユで教育を受けたイスラム教徒イスマイルールバンであり、融和政策は三指紋社会主義と長期にわたるアルジェリア視察によって導き出された現実的な結論だった。アルカーディルは対談の後、ナポレオン3世への協力を了解する。 アルカーディルは、アルジェリアを混乱させないとの制約をする代わりに、年間10万フランの年金を与えられ、制約について生涯守り通した。釈放後、アルカーディルはまずトルコのプルサに渡り、1855年にシリアのダマスカスアマラ地区に移り住む。この地で、アルカーディルは、神学と哲学に専念し、スーフィズムやアラビアの馬に関する論文などを多言語で、執筆し、 出版した。また、大英帝国を代表する冒険家、リチャード・フランシス・バートンと妻のイザベル・バートン、ジェーン・ディグビーら著名人と交友関係があり、特に、バートン夫妻はその伝記の中において、アルカーディルの進学の知識と語学力を称えている。1860年のレバノン紛争で逃れてきたキリスト教徒を保護するアルカーディルを描いた、 1860年、レバノンでイスラム系のドゥルーズ派とキリスト教カトリック系のマロン派の内戦が発生する。両派は共に、レバノンの山岳地帯を根拠地としており、19世紀前半から顕著に対立していたが、イギリスがドゥルーズ派に、フランスがマロン派に肩入れを行う形で介入し、たびたび武力衝突が発生した。 中でも1860年に発生した紛争は特に激烈であり、アルカーディルの住むシリアのダマスカスにも暴動として内戦が波及する。当時、ダマスカス市内は完全にドゥルーズ派が優勢であり、また住民もドゥルーズ派ではないが、イスラム教徒が大半であったことから、ドゥルーズ派によってキリスト教徒約3000人が虐殺された。この惨劇が起こる以前、 アルカーディルはドゥルーズ派の動きからフランス領事とダマスカス評議会に警告を発していたが暴動が発生すると自らキリスト教徒の保護に乗り出した。邸宅をキリスト教徒をかくまうために解放し息子やアルカーディルを仕立ってダマスカスに来たアルジェリア人らと市街地のキリスト教徒を保護して回った。暴動の鎮静化後にシリアでのアルカーディルの行動が伝えられると フランスの敵からフランスの友に転換した最良の実例としてフランスが強く宣伝した意図もあり世界各国に報道されて激しい反響を巻き起こしたフランスは年金を15万フランに増額するとともにフランスの最高勲章レジオンドヌール勲章を与えギリシャからは救世主勲章トルコからはメディジディ勲章バチカンからはピウス救世勲章を エイブラハムリンカーンからは、造毛細工のピストルを、そして暴動を強さしたイギリスからは、チンキンボリで彩られた、ショットガンが送られた。以降、アルカーディルは1864年にフリーメイソンへの招待を受け、1865年にナポレオン三世からの艦隊を受けるものの、それ以外は、ダマスカス移住当初と同じく執筆活動に専念した。 1870年、ナポレオン三世は、不仏戦争の敗戦により、敗位され、イギリスに亡命した後に死去する。同時に、ナポレオン三世が続けていたアルジェリア政策は、彼自身がアルジェリアへ追放した反対者によって、覆され、以前の徹底的搾取が再開された。しかし、老年期を迎えていたアルカーディルには祖国を、救いようもなく、ラパラル、インテリジェント、 アバイゼル・インディフレントを出版することしかできなかった。1883年5月26日、アルカーディルはダマスカスで死を迎える。死後、アルカーディルは生前の希望により、スーフィズムの確立に寄与した、ダマスカスのイブン・アラビーの墓所近くに埋葬された。しかし、アルジェリア独立後の1965年、アルカーディルの遺体は、 アルジェリアの著名人が多く埋葬されるエルアリア墓地に移された。この移転に関しては、アルカーディルの最後の意向を無視するものであり、現在でも議論の余地がある。アルジェリア内では、フランスの侵略者に対して、不屈の抵抗を続けたアルカーディルの努力は、現代のユグルタと称され、アルジェリア民族運動の父と評価されている。また捕虜や他の宗教への寛容さも称えられ、 特に、キリスト教徒を多数救った1860年の事件では、世界的に商用された。ナポレオン時代の軍人、スールと元帥は、現在の3人の偉大な男性の一人として、アルカーディルを挙げている。パリにある廃兵院には、アルカーディルの肖像絵が飾られ、歴代フランス陸軍将軍と同列に扱われている。ありがとうございます。